日足で見た波形をここに描くとこうですよね。でこれに対して4時間足がこんな感じ、マルチで見るとこんな風に見れると思います。でこうやって見ると日足で見る以上に日足で引いた水平線、その貝足である4時間足でしっかり意識されているのが分かりますよね。短期足だけでトレードを行っていると勝っても負けても感情トレードになりやすいので、特にハイレバでトレードしている人は短期的なスキャルやデイトレを行うとしても、今上位足である1時間足4時間足さらにその上の日足とかで見て、今自分はどのあたりでトレードを行っているのか、自分が狙っているところは上位足で見たどの部分なのか、で今自分がトレードを行っている付近に強い買いや売りの勢力はないのか、あるとしたらどこまで上がったところで売りの勢力が強くなってくるのか、でそれとは反対にここのブレイクを狙ってこの付近でもう売りを入れちゃうトレーダーっていうのも多いので、ここを下方向にブレイクすればこの辺りっていうのは結構真空状態なので、大きく下方向にブレイクする可能性もあるし、そこを狙っていきたいのであれば、どうも翔です。本日4月の17日土曜日です。いつものようにドル円チャートをもとに環境認識を行いながら水平線引いていきたいと思います。で今これ5分足なんですけど、5分足で見て、この上位足で引ける、こういった日足、4時間足、1時間足で引ける水平線、このあたりがしっかり機能して、約40ピプスかな、約40ピプスのレンジ幅で、今週末に向けてボラがスクイーズして終わってるような状態ですね。この週末に向けて取引量が減りスクイーズしていくっていうのは結構ある動きなんですけど、この後短期足でトレードを行うのであれば、こういったレンジの下限上限でブレイクを狙ったりレジスタンスやサポートを狙ったりっていうトレード戦略は短期的に見てもまだ優位性はあるのかなって思ってます。ただこういった短期足でできたチャートパターン、ここで言うとペナントのパターン、こういったチャートパターンのブレイクを狙って盲目的にトレードを行ったり、あとこの短期足だけを見てのレンジの上下でトレードするのではなく、しっかりと上位足から俯瞰して見る癖をつけていただきたいなと思います。特に短期足の動きに振り回されて負けトレードを繰り返してしまっている方は、一旦上位足から俯瞰して見る癖をつけてほしいなって思います。じゃないと短期足だけでトレードを行っていると勝っても負けても感情トレードになりやすいので、特にハイレバでトレードしている人はね、感情的なトレードになりやすいので、自分のトレードを見つめ直す、自分が今どこを狙っているのか、今チャートのどの部分をどの方向に狙っているのか、これを俯瞰して見れるようになっておいてほしいなって思います。今この買い足である5分足のチャートを頭に入れた上で、上位足で見ると今この5分足はどの位置に当たるのか見ていきたいと思います。じゃあこれ消して、じゃあ今日はいつもと違って順番に、いつもは日足から見ていくんですけど、今日は順番に上げて見ていきたいと思います。今5分足で見ていたこのレンジ、このレンジが1時間足で見るとこの部分、1時間足ではずっと続いていた上昇トレンドがここで一度レジスタンスされ終焉を迎え、でこの上昇トレンドの起点付近まで今ずっと下降トレンドが出て、でこの1時間足の前回の上昇トレンドの起点付近で今サポートされてレンジになっている。なのでここの1時間足でできた上昇トレンド、ここのポジションっていうのはほぼもうリセットされている感じですね。これをさらに上の4時間足で見るとこうかな、ちょっと水平線多くて見にくいんですけど、手前から続いていた上昇トレンド、ちょっとざっくり波形がきますね。こうやってずっと続いてた上昇トレンドが今4時間足で見ると一度下目線に切り替わった、それくらいの感覚で見ておくといいと思います。でこれをさらに上位足の日足で見ると見え方大きく変わりますよね。日足で見ると、この週足レベルで引ける急下落急上昇の起点終点、この中でずっと緩やかな下降トレンドが出てて、その後強めの上昇トレンドが入り、線引いた方が分かりやすいな。日足で見るとこういった週足レベルで引ける水平線、ここの急下落急上昇を作った起点終点に引けるこのレンジ幅でずっと緩やかに下降トレンドが続いてて、でその後強めの上昇トレンドに変わった後、今この日足で見たこの上昇トレンドの最高値、これを作った起点付近まで
今落ちてきている、そんな状況です。ただこの起点をまだ下方向に抜けていないので、日足で見るとまだこの上昇トレンドは続いているっていう風に見ているトレーダーが多い相場だと思います。なので買い足で見るとここ下降トレンドが出ているように見えるけど、ある程度落ちてきたところで、特にこういった起点付近、日足で見た最高値を作った起点付近、こういったレートっていうのは多くの相場参加者に意識されやすいので、こういったレートに近づくにつれて買いの勢力がまた強くなってくる可能性があるっていうのをしっかり意識した上でトレード戦略を練っていただきたいと思います。水平線結構ごちゃごちゃしてるんですけど、水平線どのあたり機能してるか見ていきましょうか。どういった水平線、何を根拠に引いた水平線が意識されやすいのかを確認していきたいと思います。日足で引いている水平線でいうと、ここの最高値とこれを作った起点で、前回の高値このくらいかな、こんな感じですかね。で、日足ではまだ水平線の更新もないですね、この状況なんで。まあ事前に引いた水平線で意識されているところで言うと、この落ちてきた後のここかな、前回の高値、ここはやはり多くの相場参加者に意識されて一度買い支えが入ってますね。その後半値付近まで戻した後、下方向にブレイクして、ここがレジサポ転換しているような、そんな相場状況です。これ4時間足とかで見るともっと分かりやすいと思うんですけど、じゃあこれ4時間足に落としてきますね。ちょっと今日はさすがに水平線一度全部消して上位足から順番に引き直していきたいと思います。なので消す前に一旦水平線どこ機能してるか確認しときたいと思います。今の日足の例で言うと、前回の高値になった水準、そこに引いた水平線が再度レートが落ちてきた時に買い支えになっていたんで、やはり上位足で引けるそういった水平線っていうのは、こうレートしっかりで反応するわけではないけど、その付近に買い勢力だったり売り勢力っていうのが多く溜まりやすいので、そういった上位足で引ける前回の高値安値、あと目線の転換地点、トレンドの更新地点、そういったところは意識して見ておいてほしいと思います。でこれ次4時間足で、さっきの日足で見た波形を4時間足に描くとこんな感じだったと思います。まず日足で引いた水平線がこれとこれとこれとこれの4本で、でさっきの日足で見た波形をここに描くとこうですよね。でこれに対して4時間足がこんな感じ、マルチで見るとこんな風に見れると思います。でこうやって見ると、日足で見る以上に日足で引いた水平線、その買い足である4時間足でしっかり意識されているのが分かりますよね。例えばさっきの日足で見た前回の高値、ここなんで、ここに引いた水平線、4時間足では同じ水準で何度もレジスタンスされ、でそれをブレイクした後にここでレジサポ転換し、で最高値を作り、最高値の起点にもなっている、ここが。でその後同じレートに戻ってきた時、ここがしっかりとサポートになり、何度もサポートされている、でそこをブレイクしていってるような感じですね。なので自分が引いた水平線がしっかり機能しているかどうかを検証するときは、日足で引いた場合、日足でのその後のレートの反応を見ていくんではなくて、その買い足である1時間足とかでの動きを見ていくことで、自分の中での水平線の強度っていうのを順位付けしていくことができるので、ぜひこの考え方は取り入れていただきたいなと思います。でこれ一旦消して、次4時間足で引いた水平線見てきますね。4時間足ではこういった波形を描いてて、前回の環境認識が確かこの辺りまでかな、この先は水平線追加してないんですけど、4時間足で見ると直近で引いた水平線でいうと、ここの上昇トレンドの前回の高値で最高値、それを作った起点、こんな感じかな。じゃあこれをもとに1時間足で4時間足日足で引いた水平線、どのように意識されてるか見ていきたいと思います。これちょっと水平線ずれちゃってるのもあるんですけど、まず日足で引いた水平線、最高値と前回の高値、日足では上昇トレンドのまだ最中ですよね。で4時間足で引いた水平線が結構ずれちゃってるな、これとこれだな、こんな感じかな。ちょっとこの辺ずれちゃってるかもな。これなんで引いてんだ、これはかなり前に引いてるからちょっと機能してない、こんな感じですかね。これに対して1時間足で、まあ、ずっと上昇トレンド、この辺適当に書きますねが出てて、でその後先々週からずっと下降トレンドが続いてて、ここブレイクした後、ここかなり意識されてますね。ここブレイクした後何度もレジスタンスになって、
って、で、その後さらに下方向に伸びて、で、また同じ水準戻ってきた時に、ここが再度レジスタンスになり、その後また強く落ちていってる。こんな感じですね。で、今、この4時間足、1時間足で見た上昇トレンドの起点付近に戻ってきてる。そんな感じですね。やっぱこうやって見ると、4時間足で引いた水平線微妙だけど、こういった日足レベルで引いた水平線、こういったところの上下に売り買いの注文が溜まっているっていうのが分かると思います。なので買い足である5分足15分足とかで短期的なスキャルやデイトレを行うとしても、今上位足である1時間足4時間足さらにその上の日足とかで見て、今自分はどのあたりでトレードを行っているのか、自分が狙っているところは上位足で見たどの部分なのかで、今自分がトレードを行っている付近に強い買いや売りの勢力はないのか、あるとしたらどこまで上がったところで売りの勢力が強くなってくるのか、どこまで落ちたところで買いの勢力が強くなってくるのか、そういったのを想像しながらトレード戦略を練ることで、さらに精度の高いトレードを行っていただけると思います。で、時間あんまりないんで、水平線一旦全部消して上位足から順番に引いていきますね。で、動画長くなったんで、ここから先はメンバーシップ限定の動画で配信したいと思います。この後の水平線の引き方、気になる方はメンバーシップに参加して、ぜひそちらの動画もチェックしておいてください。で、この動画が参考になったっていう方だけでいいので、YouTube の高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また、動画の概要欄にある LINE 公式に登録することで、僕が FX 初心者だった頃、こういった学習用コンテンツが欲しかった。本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになっているので、ぜひそちらも登録して自力でお金を稼ぐための知識とマインドを身につけてみてください。じゃあ今日の動画はこれで以上です。それでは。